オーバーンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州中部プレーサー軍の、編入済みの都市であり、同軍の軍長所在地である。2010年国勢調査で、の人口は13,330人だった。オーバーンの街は、カリフォルニアゴールドラッシュの歴史で知られている。最も有名な市民の一人は、詩人で、短編作家のクラーク・アシュトン・スミスであり、 1893年に、オーバーンで生まれ、その生涯の大半をこの街で過ごした。陸上競技棒高飛びのステーシー・ドラギラは、オーバーンで生まれ育ち、初めてオリンピック種目として採用された2000年、シドニーオリンピックの女子棒高飛びで、金メダルを獲得した。オーバーン生まれの俳優トーマス・アラナは2000年の映画、グラディエーターで、クイントゥスの役を演じたことで著名である。 また、イギリスの著作家、アンソニー・ホロビッツの著作、ナイトライズでは、その後半の方で、オーバーンの街が出てくる。オーバーンは、サクラメントの中心部から北東へ、約50キロメートルに位置しており、サクラメント大都市圏に属している。オーバーンにある、プレーサー軍庁舎、1894年から1898年に、 建設オーバーン地域の考古学調査によって、前世時代、マーティス人の南西境界となる場所が明らかにされている。マイド族インディアンの文化であるニセ南族系が、オーバーン地域では、最初の高級的開拓地を設立した。1848年春、フランス人近郊山市の一団が、後に、オーバーン峡国と呼ばれるようになる場所に到着し、宿営した。 この集団は、コロマの近郊原に行く途中であり、メンバーには、フランソワ・ジェンドロン、ピルベール、クールトおよびクロード・シャナが含まれていた。その若いシャナが1848年5月16日に、金を発見した。土壌の中の金脈を発見した3人はこの地に泊まる、ことに決めた。オーバーン地域の金脈は大変良好であり、 その宿営地は当初ノースフォークドライディギングスと呼ばれるようになった。この名前は後にジョンエス・ウッドが入植して小屋を建て谷で採掘を始めた後はウッズドライディギングスと変えられた。オーバーン地域は近最高キャンプとして発展し、1849年8月には公式にオーバーンと名付けられた。1850年には 町の人口が1500人にまで増加し、1851年には、オーバーンが、プレーサー軍の軍長所在地に選ばれた。金炭鉱の捜査は谷を登り、現在のオーバーンの町にまで上がってきた。1865年、最初の大陸横断鉄道の西側航空である、セントラルパシフィック鉄道がサクラメントから東へ、ユタ州オグデンに向けて建設され、 その線がオーバーンを通った。現在修復されたオールドタウンには19世紀半ばの家屋や店舗があり、特別の見どころとなっている。最古の消防署という便局は、金の熱に浮かされた時代の名残である。プレーサー軍博物館では、金のアクセサリーやインディアンを呼び、中国人が作った加工品も見ることができる。オーバーン市内には、 オーバーアン州立、レクリエーション地域がある。この公園の境界内では、世界のどこよりも、耐久スポーツの催しが行われており、世界の耐久レースの首都という国際的な、ニックネームが付けられている。例えば、ウェスタンステーツエンデュランスラン、テビスカップとも呼ばれる、西部州トレール場場場アメリカン川50マイル耐久層、アメリカン川50マイル耐久場層、 ウェイトクール 50km 耐久層、オーバーアン国際、ハーフアイアンガマントライアスロン、オーバーアンセンチュリー100マイル自転車層、クーレスト24時間マウンテンバイク層、リオデルラ1 0 0マイル耐久層、シエラネバダ50マイル耐久層及び、クーレストラン、ライドタイである。暗状応用式の消防署、オールドタウンのランドマークになっている。当初は、商業ビルの並びにあった。 現在は、オーバーン消防団が入っている。次の映画は少なくとも、その一部が、オーバーンで撮影された。さらにオーバーンは、ジョン・スタインベックの小説、二0日ネズミと人間の中で、ジョージとレニーが育った街となっている。オーバーンの町内には、カリフォルニア州でも、サイコクラスの高校である、プレーサー高校がある。地元の歯医者、 ケネス・ H ・フォックスの巨大な彫像はおそらく町で最も有名なものである。この彫像は近くのアメリカン川で金を洗う中年のクロード・シャナと大陸横断鉄道の建設に関わった中国人クーリートでオーバーンの歴史を表したものである。オーバーンは北緯38度53分55秒整形121度4分28秒。 北緯38.89861度成型121.07444度、38.89861-121.07444 38. に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は7.4平方マイルであり、このうち陸地は7.4平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.41%である。 オーバーンのうねりのある、丘陵部、インディアンヒル道路近くで撮影をオーバーンは、カリフォルニア州中央部サクラメントと、タホコの間、アメリカン川の北支流と中支流の合流点から、標高差で約800フィート上にある。週間高速道路80号線に沿っている。山岳製の原生峡谷とシエラネバダ山脈の西斜面が東にあり、西の穏やかにうねる。 給料部は農業に適している。シエラネバダのミネ,ミネは約45マイル東方にあり、セントラルバレーは約10マイル西にある。オーバーンの冬は冷涼で雨が多く、夏は大変暖かくほとんど乾燥している。1月の平均最高気温は、歌詞54.0度最低気温は、歌詞36.6度である。7月の平均最高気温は、 九十92.6度、最低気温は六十61.8度である。年間平均で下詞90度を上回る日は67.9日、歌三32度を下回る日は22.7日ある。過去最高気温は1972年7月15日の下詞113度、最低気温は1972年12月9日の下詞16度である。 年間平均降水量は34.27インチであり、計測可能な降水比は平均して年間66日ある。最も雨が多かった年は1983年で64.87インチ、雨が少なかった年は1976年で11.76インチだった。1ヶ月間の降水量が 最も多かったのは1909年1月の23.08インチ、24時間雨量で、最も多かったのは1962年10月13日の5.41インチだった。降雪は稀である。年間平均降雪量は1.4インチに過ぎない。最も降雪が多かったのは1972年の10.7インチで、あり、 この年の1月だけで6.5インチの降雪があった。以下は2008年の推計による人口統計データである。オーバーンはアムトラックの旅客列車キャピトルコニドの東側終点で1日に1本だけ列車が来ている。さらにこれを補うためアムトラックはサクラメントからネバダ州のスパークスまで1日に数本のバスを運行しており、それが オーバーン駅に停車する。週刊高速道路8 5線がこの地域を東西に貫く主要高規格道路であり、東のサクラメントと西の多保港及びネバダ州リノとをつないでいる。この町と週刊高速道路8 5線はいくつかのインターチェンジで結ばれており、そのうち3つは町の領域内にある。 カリフォルニア州道49号線は地域を南北に繋ぐ主要道である。この道路はオーバーンと北のネバダ郡、グラスバレーやネバダシティとを繋いでいる。オーバーン市民空港が街の北3マイルにあり、一般用途空港である。オーバーンはこの空港と工業地域を所有し運営している。空港は広さ285エーカーあり、その中に 工業地域80エーカーを含んでいる。空港には長さ3700フィートの滑走路が一本ある。ありがとうございます。